皆さんおはようございます。本日は新日本茂木動態確認テストにようこそお越しくださいました。テストを担当しております宮城です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日朝1台目のメニューは、この RC1 号機2005cc の4頭マシンでございます。本当は日本自身の4頭レーサーは1959年の浅間火山レースにプロトタイプを出走させながら RC16 なんですね。そこから成長進化をしてまいりまして4頭の日本自身の最新モデルともいえる車が今発表されたものでございます。今日のテスト項目は、エンジンというよりもどちらかというと車体側、特に、ブレーキに関しての将来性を考えまして、新しく、作り直しをしたということで、このブレーキの胴体テストを確認いたしました。当時のものはですね、部品の一部にはマグネシウムを使用されていたり、また、ブレーキ種に関しても現在では使用できない材料などのものございますから、そういったオリジナル製品は会社としてしっかりと保存し、またこういったリストテストではですね、これからさらに長く進化されるような製品を作って、今回もこの古いマシンに最新の技術で新しい部品を導入してまいりました。フロントはダブルパネルのツーレディングですから、これ合計4カ所のブレーキシューが、このフロントのドラムパネルの内側に、ドラムシューの内側に当たるという形になります。当時はですね、この4カ所のブレーキシューを当たりを禁止し、精度力を上げるという大変ですね、難しい技術なんだと思います。実際にはですね、ワイヤーの調整ですから、走行前に寸法を測りながら調整しましても、実際に走り出しますと、そのワイヤーが測れますから、ワイヤーがどんどん伸び具合が変わりますので、実際に導入された時はですね、そういったところはメカニカルな話し、対応必要があったんじゃないかなというふうに思います。今日は話したところ、エンジンは通常これ1万4000回転で回転を上げますけれども、今日はブレーキシューのテストということで、1万2000回転で走行いたしました。エンジンの段級を含めて1、2周